ね、パパちゃん、パパちゃん遊ぼう。うん、遊ぼう。今日はね、このアンパンマンのレインボータワーにぎやかコロロン玉セットをスーパーボールをいっぱい流したらどうなるか実験してみましょうよ。さあね、しましょう。こっちにアンパンマンがいて、こっちはバイキンマン。どっちの方にたくさんボールが流れていくかやりましょう。私バイキンマンチームね。じゃあポポちゃんはアンパンマンチームね。じゃあお姉さんはこれをスーパーボールを流していくからね。うわ、いくよ。よーい、だ、流すよ。ちょっと待って、手伝ってね。どこだどこだ。あ、バイキンマンチーム1個。あ、アンパンマンチームも1個だけど、ここで詰まってるね。うわー、おー、流れてった流れてった。あ、バイキンマンチームもいってるよ。あ、流して流して。どうかな、どっちが多いかな。あ、また朝から詰まってるわ。私が行ってくるわね。よいしょよいしょ。メイクちゃん破壊してるじゃない、ごめんなさい。よし、これでどうだ。うーん、あ、すごい、アンパンマンチームの方にばっかり行ってるね、ボールが。じゃあもうこれ全部いっちゃうよ。全部いっちゃうよ。結局詰まっただけです。あ、いけるいける。もうアンパンマン勝つんじゃない。こっちにいっぱい、ほら、敵、あ、敵のチームも応援しちゃったわ。ちょっと全然こっち流れてこないじゃないの。もう終わり、これで終わりね。あと2個で終わり。どうかな。ああ、この勝負アンパンマンチームの勝ち。あ、負けちゃったわ。結果はスーパーボールは跳ねるから、このレインボータワーは向かないっていうことでした。痛い、これめっちゃ飛び出てます。じゃあまたね、バイバーイ。